よね。スペインを出したんですけどね。相手にレンガを出されてしまい、そして、まあ、レンガの性能といったところを少しうまく把握できなかったという形でしたね。ちょっとかなり緊張しているように見えましたね。握手を忘れてしまいました か。緊張のあまりでしょうね、今のは。さあ、握手をしてから、エビ席に着きます。ふーと今、大きく息を吐いたように見えましたね。一方でプレゴ選手はそういった緊張といったところを特に見られず、冷静にこの場に臨んでいるような印象もありますが、さて、バンピックどうなりますかね。先ほどのアサシンモードでエビ選手かなり活躍していました。そしてパンテオンは1対1非常に強いですから、まずパンテオンをピックというのは、まあ、予想はできますが、どういったチャンピオン準備してきてますかね。まあ、それを見た上でプルゴも盤を考えてきますからね。さあ、この 1V1 いろいろと、昨年の IWC からですかね、ストーリーを持っているエビですが、さあ、ブルーサイドがプルゴ、レッドサイドはエビです。まずはバン、ルブランからじっくりと考えてエビ番を選んでいきます。まだ悩んでますね。相当慎重ですね。ケイトリン、そしてプルゴもじっくりと考えています。昨日までのワイワイとした空気は嘘だったかの、非常に真剣な表情。やはりこうエビ選手がかなり考えているというところもあって、プルゴ選手も何かしらこうエビ選手の考えを読むために少し考えるという時間ができてますね。1試合目と打って変わってバンのスピードが非常にゆっくりですね。さあ、続いてナサスをバーンしていきました。そこからエビがバーンしていくのはシンドラ。このところあとはタムケンチバーンしましたか、カリスタ、あとはノーチアス、カシオペアですか、ルル。ルルですか。ちょっとニヤッとしてすぐさまロックインしたのはエビ。プルボ選手、布を相手にタリアを出して、あと一発というところをきれいにかわしてキルを取ったというシーンが2日目ありましたね。ムービーの最後の締めくくりにも使われていましたね。一方で、ルルですか、確かにルルはトップレーナーとして使われていた時間も結構ありましたから、ある程度習熟しているというところもあってのピックですかね。相手のピックをどう読みましたか、そこもちょっと気になるところですね。ちょっとロックインした後、ちょっとニヤッとはしていましたけどね。連の強さでいうとルルも十分な強さを持っていますが、ただ前世紀から比べるとかなりナーフされていますからね。あと、物理なのか魔法なのかですけど、ルルの場合、やはりオートアタックが非常に強力ですから、ドランズブレードを積むというのも十分考えられますよね。さあ、どうする日本のエビ。 1V1 マッチ、日本対南ラテンアメリカの、続いてはゲーム2になります。現在はゲーム1でダラが1勝を挙げ、日本が先行しているという状況です。さあ、お互い真剣な表情。さあ、始まります。ゲーム2。プルゴ対エビの試合です。さあ、すでにブッシュで開口していますね。まずはヘルスを削っていったのはプルゴです。エビ選手はドランズリングにしてますね。これは、ポーションのところの強化もしてますし、プッシュや体力のトレードでアドバンテージ作っていこうということかもしれません。ルル自身シールドを持ってますからね。ただしシールド自身に使ってしまうとダメージのトレードのところで一つ一手失ってしまいますが、そこのスキルをどう使うかという判断、ルルというチャンピオンの性能をフルに生かしきる上で非常に重要になってきますが、この 1V1 でも変わらず重要な要素になってそうですね。さあ、ミニオンをやってきました。ワンブイヤマッチ始まります。プルゴはまず後衛ミニオンに対して Q を使ってプッシュを図る。そしてエビはオートアタックを懸命に回して、
CS としてプッシュを行っていこうというところですね。ただ先に全てのミニを公営ミニをクリアして押し込んでいくのはプルゴ。さあ Q をうまくうまく当ててサンダーロードまで発動してダメージを出していく。そしてその間にミニオンのロストが行われています。さあまずはアドバンテージ取っていきましたプルゴ。やはり序盤のナーフされたとはいえタリアの Q によるウェーブクリア強力ですね。レベル2先行からすぐさま押し込む動き、これによるプッシュのアドバンテージで勝っていこうということのようですね。前回のタリアもこういったプッシュを頻繁に行うプレーを確かプルをしていましたかね。そうですね、そこをヌヌが崩そうと仕掛けていったという展開でしたね。さあ体力と CS のところでもアドバンテージ取っています。ただマナはエビが有利ですね。さあ回復がアップ Q で狙っていきますがプルゴもかわしていきます。さあ W のノックアップは当たっていない。少し、プルゴ選手の方がアドバンテージを握っている展開になってますね。 3CS ほど全て取れればですが勝っていると。さあここで一度ヘルスを削りましたがプルゴに後ろでまだ取っていなかった回復が残っていました。このところ、まあ、イーブンのところに徐々に持ち込みつつあると言えますか。しかし CS を見るとやはりかなりプルゴ選手がアドバンテージを握っているとなるとエビ選手どこかで仕掛けていく必要性がありますね。あ、ただ 1CS で済みましたか。非常に大きいですね。ここで一度押し込めたこと大きそうですね。そうですね、ここから徐々に徐々にルルのスキルが揃ってきて強さが発揮されていくという形になりそうですね。さあプルゴにピックスをつけてプレッシャーをかけていきます。さらにアルティメットの部分でいうとタリアはダメージ類といったところ少しアルティメットはダメージないです。一方ルルはアルティメットによって体力を強化されますからね。おたらここでコンボがエビに入ったイグゾースを使ってプルを決めに行きますがイグナイトまで使っている。お互いにローヘルス。そうだイグナイト、ここからファーストブラッドをつなげていってガッツポーズ。エビの勝利、初勝利おめでとうございます。おめでとうございます。いや1年越しでしたね。1年越しですね。見事な、しかしプルゴ選手のプレーも見事でした。ノックバックでタワー範囲内に持ってこようとしたんですがタワーのアグロはちょうどそのタイミングで来ていたミニオンの方に寄っていたというところでギリギリ、救われたという部分もあるかもしれないですね。さあ